株式会社レモンスタジオは東京メディアシティに入居しているテレビスタジオで関西テレビ放送100%出資の完全公会社である。1992年2月1日に設立。東京において唯一の在阪テレビ局系列のテレビスタジオで関テレにとっては全国ネット番組のすべてを担う東京支局管内の一大制作拠点である。 メインは関テレや系列である、フジテレビで放送される全国ネット番組及び関西ローカル向け番組の収録に使用されるが、他の在販局やフジテレビが制作のドラマやバラエティ番組の収録に使われることもある。関テレでは、旧本社の面積や関東圏を拠点とするタレントのブッキングの都合上、本スタジオがオープンする以前から東京を収録拠点とする番組が、 比較的多く、従前より、東京都内の貸しスタジオや、フジテレビのスタジオを曲がりして収録していたが、本スタジオのオープンを機に、都内で収録していた番組の大半を、レモンスタジオでの収録に集約することとなった。FNS 及び FNN 系列で、本社演奏所以外に、このようなスタジオを持っているのは、他にフジテレビのフジテレビ湾岸ンンスタジオがある。 なお入居先の TMC は、カンテレと同じ半球半神東方グループに属する、国際放映が運営している。スタジオ名が、レモンスタジオであるだけに、スタジオのロゴにはレモンがあしらわれている。1992年2月1日、株式会社レモンスタジオ設立。同年4月1日、スタジオ開業2003年2月。 L2 スタジオ映像 HD 化2011年7月24日、地上アナログ放送終了、地上デジタル放送完全移行2012年2月、L1 スタジオ照明宅更新同年3月、L2 スタジオ照明宅、音声宅更新、L2 スタジオハンディクレーン更新同年10月、L1 スタジオカメラペデスタル更新2014年1月、アナブース更新同年11月、 L2 スタジオカメラペデスタル更新2015年3月 L1 スタジオ副調整室映像メインモニターだな音声タクモニターだな V2 タクモニター更新 L1 リットルにスタジオ周波数以降のためワイヤレスマイク更新2016年4月 L1 スタジオスタンダードカメラ UKL ビューファインダーに更新同年5月 L1 スタジオハンディクレーン UKL ビューファインダーに 更新2019年3月、映像システム、音声卓、照明調光版、調光ソフトを更新、ホリゾントライトを、フルカラー LED 化。釣り物昇降装置を、全面更新特記以外すべて関テレ製作及び、富士テレビ系。現在、L1 スタジオを使用する、番組以前、L1 スタジオで使用された番組その他多数現在、L2 スタジオを使用する、番組以前、 エルニスタジオで使用された番組レモンスタジオ。ありがとうございます。